キロまで11マイル20キロぐらい。そう1.17キロ。いやー素晴らしかった。毎年来ているハワイ島ですけれども、いつも初めての何かがありますね。到着、ああ、薄日差してきましたね。よかったです。できたよ。アバンダントライフ。ナチュラルフッツあります。あ、市場がどうだったかがちょっと見えませんでした。水産だ、水産でご飯だ。ジャパニーズレストラン、どうしたの？水産到着。そっちでもなんか売ってんじゃないかって。今そっち客席じゃないの？ん？天ぷらがある。下見に行って。行ってみましょう。さんで2チョイスのポケボールをそれぞれ買いました。ね、初めて。それはこれはミックスとハワイアンの両方アヒ。ダッチ君はもう一回ハワイアンとワサビ。ワサビ、ほう。私はハワイアンとスカラップレモン醤油。いただきます。ごま油も、はい、美味しい。で、ご飯は2人ともホワイトライス？ホワイトライス？ブラウンライス。ブラウンライスって玄米、ほら。それブラウンライスなの？ほら、プチプチ。なになに？ん？スカラップ、食べてみて。うま？パイの日は見て。うん。初めてハワイ島に来た時からずっと気になっていた水産で初めてポケボールを食べました。この下で釣りをされてる皆さん、カモもいます。ちっちゃい魚釣れてます。